ような大混乱ね。ベルリンに来たばかりの避難民かしら。ここベルリンはシンフォニカの庇護にあり、平和が保たれていると思われている。平和を求めて流れてくる人々も後を絶たない。平和なんてとうの昔になくなっていて、この世界に安全なところなどありはしないのにな。それでも拠り所が欲しいんでしょう。タクト、話はそこまでです。 B2 が来ます。指揮を。流れてきた D2 は始末し終わったが、この先に多数いるようだ。結局大回りする形になったけど、今度こそ道は大丈夫そうだな。タクト、準備はいいですか？風が心地いいですね。掴
とろけたほどに熱いな。見せてあげる。お手伝い。逃げられませんよ。ちょっとごめんね。楽勝だったね。シンフォニカの連中は俺たちのために戦った。シンフォニカが私たちに手を差し伸べたのよ。シンフォニカが俺たちを受け入れたんだ。厄介なことになったもん。なあ、俺たちもシンフォニカに入れるんだろう。早く連れてってくれ。お願い、子供たちだけでも。みんな興奮して我を忘れてるむ。ういー、もみくちゃにされちゃうよ。こら、押すなむ。これだから難民たちは厄介なんだむ。静まれ。あの人は俺たち難民を取りまとめてる長老だよ。みんなあのじいさんに道を開けていく。まるで伝承のようだな。シンフォニカの御仁、こたびのこと誠に痛み入る。しかし気まぐれな優しさは絶望を生きる者にとって劇薬となる。我らを真から救う気がないのなら気安く手を差し伸べてくださるな。同胞たちよ、今はただ今日という日を生き延びられたことに感謝しよう。真の救済は遠い。それはシンフォニカの御人たちの表情を見ればわかるだろう。御人、まともに礼もできぬ我々の貧しさを許してくだされ。今日のところはお引き取りを。かったむ。難民たちが去っていくむ。兄ちゃん、じゃあな。いいよ、助けてもらったからそれでチャラ。それにそんなもん舐めたらもっと腹が減っちゃいそうだからさ。さあ戻るむ。不満げな顔してもこれが現実だもん。シンフォニカと難民自治区の関係性は一朝一夕に出来上がったものじゃないむ。ここに暮らす人たちはおそらくその大半が一生シンフォニカに入ることができないむ。その事実を受け入れて生きている人もいればそうじゃない人もいるむ。シンフォニカに入れるかもしれないってありもしない希望にすがって、そうやってみんなギリギリのところで自分を保ってるむんよ。そんな人たちに中途半端に手を差し伸べることがどれだけ残酷なことか考えるべきだむ。